圧勝、激突、大逆転、名馬たちが繰り広げた語り継ぎたい戦いがある。レジェンドレース、数分間に凝縮されたその物語を紐解いていこう。1998年10月11日、13万人が集まった東京競馬場には G2 毎日王冠の舞台だというのに異様な雰囲気が漂っていました。この年の春、完全に本格化し破竹の5連勝で宝塚記念を制したサイレンス鈴鹿、秋は天皇賞を目標に毎日王冠に登場していました。注目はいずれも無敗でまだ底を見せていない2頭の3歳馬の対決でした。エルコンドルパサーは5戦無敗で NHK マイルカップを制覇、グラスワンダーも4戦無敗で朝日杯を圧勝、2歳王者となりましたが、その後骨折、復帰戦に選んだのがこの毎日王冠でした。3歳馬2頭はどちらも当時はクラシックにも天皇賞にも出走できない外国産馬、奇跡的に実現した夢の三強対決に13万人のファンは酔いしれたのでした。毎日王冠1800メートル、4歳2頭の無敗の外国産馬、そして宝塚記念を逃げ切りました。今年5戦全勝というサイレンス鈴鹿、話題が豊富です。場内は盛り上がっておりますが、馬場状態両馬場スタートしました。